でもこの年最高の56人で、僕は正直負けるわけないと思うし、あと1つ超えて頂点を取りたいと思ってます。皆さん力を貸してください。お願いします。見抜くだけ僕は正直負けるわけないと思うし、僕が作った勝利を本当に日本に見たいと思います。うれー、最高今年もこの季節がやってきた。業界最大手ホストグループグループダンディ恒例の夏の祭典、グループ上半期表彰式と在籍キャスト約1000人の中からナンバーワンのイケメンを決定するイケメンコンテストなどが行われる GD 夏フェスが今年もここ新木場アゲハで開催された。業界最大手にして最高峰、毎月熾烈なナンバー争いが繰り広げられるグループダンディの中、上半期最多のランカーを輩出した店舗がキャンディだ。上半期売上グループトップ10の中にナンバー9タクマ主任、ナンバー7綾瀬支配人、そしてナンバー2キラオ常務取締役がランクイン。前回の放送から GD 夏フェスの模様をお届け。今回はいよいよ彼らの表彰の様子をご覧いただこう。さあ、それでは早速ランキング発表の方に参りたいと思います。それではまずはグループ3に上半期新人売上上位3名を発表したいと思います。昨年の GD 夏フェスイケメンコンテストに出場し、渾身のドラムパフォーマンスを披露、見事優勝を果たしたことをきっかけにホストとしての才能を再び開花。上半期店舗売上ナンバー3グループナンバー9、現在は主任まで昇格を果たした。上半期売上ランキング第7位はこの曲だ。そして綾瀬、
常にナンバー上位を保守し続けるもナンバーワンを獲得できず、無冠の帝王と呼ばれていた彼。しかし昨年11月度、自身初の1000万オーバーを達成し、悲願のナンバーワンを獲得。これを皮切りに何ヶ月にもわたり1000万オーバーを連発。4月度にはなんと2300万オーバー達成。現在は支配人まで昇格。上半期店舗ナンバー2、グループナンバーセブンという功績をつかみ取った。そしてもう一人、キャンディーの中で圧倒的な力を誇る男がいる。2019年グループキャンディー上半期売上ランキング第2位はこの男だ。19ヶ月連続1000万オーバー、2年連続1億円オーバー、キャンディー不動のナンバーワン。しかしグループの王座を毎年掴み取ることができず、今年こそはその王座獲得を狙うこの男だ。上半期売上ランキング第2位、キャンディーの平尾。僕を一番輝かせてくれるのは、来てくださってるお客様とキャンディーにね、来てくれてるキャンディーの客を指名してくれてる姫だと思ってます。いつもありがとうございます。はい、まあ、でもこのね、最高の56人で、僕は正直負けるわけないと思うし、まあ、僕は僕の本気を叶えて上の1人しかいないんで、一生懸命プロデューサーが出るから作ったキャンディーを本当に日本一にしたいと思ってます。こうやって輝かせてくれるお客様がいるんだけど、本当にね、僕を支えてくれてるキャンディーのみんな、本当にありがとうございます。そして、これだけ支えてくれてるみんなと一緒に、僕はあと一つ超えて、頂点を取りたいと思ってます。皆さん、力を貸してください。ありがとうございます。